はい、皆さんこんにちは。今日もアメリカカリフォルニアからですけど、4月7日セブンですね。7日だから大谷さんの背番号がね、17だから、17だからセブンが入ってるから今日は勝つんじゃないかなと思ったんですけど、今日はまたねピッチャーが崩れまして、今まではピッチャーが崩れてもね守護神が打ってましたね。今日は守護神が打てなくてピッチャーも崩れてもう大敗しましたね、負けましたね、結構大きくね。ただいいところはですね、大谷さんが後の最後の2打席は、まあ今日4回でしたけど、トリプルとダブルってあわやホームランになるようなものもあったかななんて直接ね、あれで非常に嬉しく思っております。3割からね下がったんですよ。でもこれ打ったおかげでまた3割が上がったし、オプスも上がっておりますので、ね、非常にあれ、まあもうね負けるんだったら大谷さんのホームラン見たいなということがあったんですけど、まああとどういうことだということで、ね、大谷さんはね、今永さんがねまたいいピッチングするのよ。それでね、雨は降ってるわ、風は強いわということで大変だったですね今日はね。それでまあ中止もありまして、最終的にはゲームがもう最後まで終わって、やっぱりなかなかスケジュール的に行けないからもうちゃんと待って終わらせたんですね、ということで明日からみんなそれぞれ違うとこ行くのでということでございます。で大谷さんはですね、三振ですね、これ三塁側にポップアップ、まあ上がっちゃったんですね。それからトリプルと RBI ダブル、これ RBI が今日は追加できるからありがたないと。で昨日の話に行くと、まあこういろいろありますが、大谷さんがブインを押しながらでも結構打ちましたとか、それからコミッショナーですね、このMLBのコミッショナーは大谷さんは信用できますよとね、この人は信用できるような雰囲気ないから、じゃあスケジュール、これは早く終わるんですかって、まあ可能性はありますよと、ということの情報があります。はい、それから山本さんがね初、まあこれかあのでビールをかけされたんだけど、まあ一生あげたということで、このこれももらってね、うん、あとボールももらって、この彼のボールは誰も持っていかない、ピッチャーが自分でピッチするからそのままもらえるということでね、飛んでいかなかったのかなどうか分かんないんですけど、まあとにかくそのピッチのボールもらってこうやってやられてました。で大谷さんもねこうやって最後にはハイタッチしておめでとうってよかったねっていう感じで、それから大谷さんはね戻るよりもかっこいいというね、ここにはないんですけど、あっては向こうの方に写真あるからその情報もあります。それで、ね、やっぱりね皆さんもご存知だと思うんですけど、いろんな人がね怪我してるのよ。じゃあ怪我してる対してやっぱりね代表してですねプレイヤーたちがまあ声明を出したんですね、英語 でそれをちょっと日本語で皆様にお届けしますね。やっぱりね怪我をねなくしなきゃいけないですよね。早めに早くあれするって言ってね来たらもうまた怪我してるという、その辺がねちょっと分かんないですけど、まあそういうことでございます。じゃあそこから行きましょうか。ではまずはこちらですね。はい、まあこれは英文ですね。で日本文はもう日本語にしてありますので聞いていただきましょうか。はい、どうぞ。それ以来回復時間の短縮による健康への影響についての懸念は強まるばかりです、うん、リーグはこれまでのところ私たちのゲームに対する前例のない脅威におけるこれらの重大な変化の影響をその最も貴重な資産として私たちの研究を認めることに消極的である。プレイヤープレイヤーたちがこう言ってるんですよ。消極しないでやってほしいということでございます。それでじゃあいつもの通りでございますけどね、今日は7日セブン、ラッキーセブン、大谷さんのラッキーセブンだったんですけど、残念ながら負けましたね。ということで8勝4敗負けるということであれば悲しいですけど、まあそういうふうになりました。で昨日はですね勝って元気よく勝ったんですけど、じゃあ今日はどうなってるんですかね。ここでね、8勝3敗だったんですけど、ここは負けましたね。今永さんがね結構負かったんですよ。でこれ今永さんがね今日は勝ってるはずなんですけどね、まあここにはね8、まあ8対1で負けております。でドジャースはまあこれまでウィナーはアルモンテストーンプラ選手は、ちょっと待って、これどうなってるのかね、まあ後でちょっと見えます。一生出て できてるはずなんですけどね。はい、ということでございます。で、今日のメンバーはこういうメンバーで、大谷さんの写真入りで、
でここにね304って書いてありますけどね、304前のね、またあの打てなかったらあれ下がるということで今日は上がりました。でね、ムーキーベースも最後の方にあの打って、それから大谷さんが打ったから、あ、まあ帰ってきてくれて、あの大谷さんの、あのね、RBI になりま、打点になりましたね。はい、ということでメンバーはこういうメンバーでございます。今日はね打てない、ここからは打てたけど、彼も打ってた、打てない打てない打てない、この辺がね後で見せますけど、でピッチャーも崩れました。だからこれは悲しいものでございましたね。はい、じゃあこれを見ながら皆様に、あのまずはここですね、ここかな、はい、それだけ大谷さんのところであって、ちょっとあここですね、もうとにかくヒットなしで、バーベキューでね帰ってきたのかな、一気にて、あして、まあそういう感じですね、ヒットがないってことだから、1359の36のマークが下がってきても、やっぱり打たないと下がっちゃいますね。そして大谷、4打数2安打、いいね、マイクを三振させて、それでね RBI が1個入ってるでしょ、320に上がりました。これも944、だん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 大谷らしくなってきましたね。944320、はい、3220、はい、320、946946、はい、ということでございましたね。そうでしたね、944です、944、はい、はい、944、ここからいきましょう、それじゃないと色が変わって、944、はい、そしてこれを消せば上がれます、はい、944で、打点 RBI が7、これ出てくるか出ないね、でこれ右側に行くと行くんだろうね、はい、ということで、はい、7、いいですね、ホームランがない、盗塁もないということでございますので、まあでもね、私はねここ1000以上、ここ3割以上守ってほしいなと思っておりますけど、皆さんはどう思っていらっしゃいますか、ということでございます。じゃあ、 あのこそういうことで、まあじゃあね、ヒットのところ見ましょう。大谷さん2つ、フリーマンが1個、ベッツがないですね、あとない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 、これがヘルナンデスが1個、それだけです。4ヒットでね、悲しいよ、もう本当に。でピッチャーがですね、3回なんとかいったんだけど5点も上げてしまいまして、エラーも1個あって、まあ雨が降ってたしいろいろ問題もあったんだけれども、ちょっとあまりストーンがね今日はちょっと怖いよね、これからね、やっぱりね、2人か3人ちょっと危ないという、本当大丈夫かなって心配は、で、まあバルランが出てきて、この人も点数与えてしまう、 13.50 で、ヤブロー、この人も1点数上げて、だからこれみんなね、どういうわけかね、ちょっとイマイチでしたね。はい、ということでございます。じゃあ打席の方参りましょう。じゃあ行きましょう、どうぞ。はい、4月7日日曜日、ドジャース対カブスの試合、大谷さんは敵地に行ってます、向こうに行ってますね。今日のメンバー表でございます。大谷さんは2番手に、で、あのショータ&ショウヘイ、ショーダウンって言ってます。ショウヘイ、今日もホームランって言ってますよ、若者がね。どうなるかなということを言いながら、でも今日は打てなかった。でもね、トリプルとダブル、もうありがたいもんですよ。うん。やっぱりコーチがいて量産ですね、これは。どん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 上がっていきますよね。はい、そういうことでございます。じゃあ、このリグリーフィールドね、シカゴカブス。ドジャース対カブスね、1時20分ってもうこの時間 PM ですね。じゃあ1回の方に、よいよ今永と勝負、今日は今永の勝ちですね。今永さんはね結構いい球投げるのよ、ほらこれでね当たったらホームランだろうけど、なかなか当たらない。これまだないということは、やっぱりいいピッチングしてるの、ほらね。はい、ということで、結構粘ったんですよ大谷さんはね。はい、ということで三振でございました、残念ではあります。
はい、では続きましてこちらでございます。これは2回目の打席でございますけど、これはフライアウトに出ておりますね。外野フライ2回目はね打ったんだけど外野フライになってしまいましたね。外野フライじゃない、三塁のポップアップか、ポップアップだったね、ごめんなさい。はい、これですね、上げてしまいました。落ち損ないっていうんですかね、ゲームでね、ゲームが雨で遅くなりました。カモメが飛んでおります。すごいですよ皆さん、カモメがね、皆さんがほら雨で帰ってしまった人がいっぱいいるから、でカモメがあちこちにご飯があるからどん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 食べに来てるのよ。ほら見て、すごいですよ。で大谷さんの3番目これですよ。で鈴木さんもね、こう取れなかったからもう一気に3塁まで行きましたね。いやもうちょっとでね、まあダブルは間違いなかったんだけど、けども3塁になったのはまあちょっと近かったけどやっぱり抜けていったんですね。はい、ということでございます。それでは次はダブルのことでございます。もうピッチャー変わっておりますし、前からもそうですけど、これはダブルのあれですね。ホームランかと思ったのよ。もうちょっとね、軌道も良かったし、ベリンジャーはね、いつも前に来てんのよね。打ち損ないを取ろうと思って、今回オーバーしちゃったよ、彼の頭にね。ということで、こんな感じでしたよ、今日のゲーム。8対1、悲しいですね。ドジャースらしくないね。はい、今日の話題でございますけど、大谷さんは、昨日から一生懸命ピッチングの練習しております。はい、何球かね、投げておりますので、ちょっと見ましょう。ね、くれぐれも怪我のないようにお願いしたい。リグレーフィールズやってらっしゃるんですけど、あそこ寒いからね、寒いと冷えてしまったら大変でございますよ皆さん。はい、ということで、さて行きましょう。ブーイングしながらでも大谷さんは、昨日の話です、ね、大谷翔平ごと打席ブーイングの洗礼も今季最長3試合連続マルチ安打、うん、山本由伸のメジャー初勝利アシスト、ドジャースの大谷翔平投手29日6日、日本時間7日、敵地でのカブス戦に2番 DH で先発出場。4打数に安打1、4球と3度出塁して今季最長とする3試合連続マルチ安打をマークして4対1の勝利に貢献した、うんうん、5回の大谷のこの試合2本目の安打となるサゼンダが先制点につながるなど、山本由伸投手25度のメジャー初勝利をアシストした。うんうん、大谷はこの日の2安打で打率点.304とし、3月28日のカージナルス戦以来8試合ぶりに打率を3割台に乗せた。初回に先頭のムーキー・ベッツが四球で歩いて迎えた第1打席、敵地ファンからブーイングを受ける中、メジャー2年目左腕のジョーダン・ウィックスと対戦、うん、3球で追い込まれたがカウント1対2からの4球目のスライダーを捉えて二遊間を破り、試合前に談笑したカブス鈴木誠也が守る右前へ運んだ。ベッツ大谷が出塁して無四1二塁と絶好の先制機を演出。相手の暴投もあって1死に3塁としたが、中軸が打ち取られて先発の山本由伸に先制点をプレゼントすることはできなかった。第2打席は中飛に倒れたが、5回の第3打席で先制点をお膳立てした。1死1塁で左腕のウィックスに対し、1ボールから内角高めの91マイル、約 146.5 キロ、速球に詰まらされたが、左前にポトリ。毎打席敵地ファンからブーイングを受ける洗礼の中、ブーイングを跳ね返す活躍を見せた。いいね。その後2四満塁と好機を拡大すると、2番手右腕のホセクアスの暴投、マックスマンシーの右越え2点敵地打で3点を先制、うん、ピンチを招きながらも粘りの投球を続けてきた山本に貴重な先制点をプレゼントした、うん、第4打席は3点リードの7回、3番手は2メートル3センチの大型左腕のルーク・リトルとの対戦で、先頭打者として大谷が打席に入った。2ボールからの3球目、内角高めの97マイル、
約 156.1 キロを強振したが空振り。この打席はルークの制球が定まらず、四球を選んでこの日3度目の出塁で一塁へ歩いた。大谷はメジャー7年目で自己ワーストの開幕から8試合、40打席ノーアーチと苦戦していたが、3日のジャイアンツ戦の第4打席でドジャース移籍後初本塁打とするソロ本塁打をマーク。本拠初アーチで5万丁の満員のファンを沸かせた。移動日を挟んで迎えた5日のカブス戦でも2戦連発となる2号2ランを放つなどに、安打に打点の活躍。2試合連続マルチ安打、そして今季初の複数打点をマークし、完全復活を予感させていた。確かに予感ですね。リグリーフィールドはエンゼルス時代の2019年に一度だけ遠征したが、代打待機で出番がなかった、元祖二刀流のベーブ・ルースゆかりの球場で、ルースがプレーした球場で現存するのはフェンウェイパークとリグリーフィールドのみ。1932年のワールドシリーズ WS では大病の子供のために150メートルの予告本塁打を打ったとされるなど、ルースが躍動した球場で大谷も連日の活躍を見せた。はい、ということでございましたね。はい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 、次はこちら行きましょうか。はい、大谷さんとこの話がね、コミッショナーが大谷さんの名声をあれしてますか。はい、どうぞ。 MLB コミッショナー大谷の声明は信用できる水原氏、騒動に言及、調査は短期間か。マンフレッド氏がベースポーツ局の番組に出演、検証するのは我々の義務。メジャーリーグ機構 MLB のコミッショナーロブ・マンフレッド氏がベースポーツ局 FOX スポーツのスポーツ番組ザ・カートンショーに出演し、ドジャースを大谷翔平投手の通訳を務めていた水原一平氏の騒動について言及した。水原氏は違法賭博に関与し、大谷の口座から約450万ドル約6億8000万円を盗用した疑いで球団から契約解除された。大谷は25日、日本時間26日に会見を開いて自身の関与を否定し、結論から言うと、彼、水原氏が僕の口座からお金を盗んで、みんなに嘘をついていたというのが結論になります、などと声明文を発表した。マンフレッド氏は、大谷が公の場に登場したことは、本当に信用できるものでしたし、透明性が高いものでした、と話した。続けて、しかし、野球の品位について絶対的な確約をファンにするために、この話を検証するのは我々の義務だと思っています。調査は進んでいます。調査を完了させるための時間が長くかかるとは思っていません。やっぱりね、比較的短いものになると思います。そして並行して行われている連邦政府の調査は、特にこの場合、我々の助けになるかもしれません、と今後の見通しを述べた。まあ、ということでね、マンフレッドは、コミッショナーはね、大谷さんの声はもう信用できる、しかしこのね、なんかとぼけてるというか、なんかぼーっとしてるね、一平ちゃんはね、一平ちゃんとも言いたくないね、一平大統領、彼はねやっぱり信用できないということで。でもいろいろね、あの見ていたらね、皆さんね、うちの家内が言ってましたけどね、なんかね、おじいさんもなんかバクチやってて、それでなんかやっぱりね、あの北海道の方でなんかそれをあの、まあ、皆さん知ってるかもしれないんですけど、仕事がねできなくなって、まあ、なんて言いますかね、ファイヤーになって、それからアメリカに来られてやったということなんですけど、まあね、私だったら絶対やらないね。だってあんなだけ素晴らしい、みんなにね愛されて、あれはだけ素晴らしい仕事をね、あの大学も嘘ついたんだけど、それでもね、彼はあのいい場所にいたのよ。それをあえて自分からね、自分が依存症ね、全く爆竹、まあということで言えばいいほどいい結果になってほしいんですけどね、大谷さんね。
はい、ということで大谷さんがね、もう心を込めて、あの、まあ、あれ、はい、ということで、あとこちらですね、はい、初勝利、はい、初勝利の山本由伸、試合後ベッツに呼ばれると歓喜のビールシャワーに、何が起こっているか、ビールだけじゃなかった。おう、なったの。ドジャースの山本由伸投手が6日カブス戦で5回を無失点に抑えてメジャー初勝利を挙げた。試合後、待っていたのは歓喜のビールシャワーだ。うん、歓喜の。日米報道陣のインタビューを受けようとしたところ、うん、リーダーのベッツから山本に声がかかった、うん、クラブハウスに来てくれ、うん、山本は急いでクラブハウスのロッカーに行くと、洗濯物を入れるカートに乗せられた。その後シャワールームに連れられ、ビールなどを目いっぱい浴びた。山本はあっという間でした。一瞬で、何が起こっているか、目を閉じろと言われて、閉じろ。インタビュー中の今も何かが喉の中にあります。あ、何なのかはわからないけど、うん、ビールだけじゃなかった。あ、その後は覚えていないと、ほんのり赤くなった顔で答えた。ビールシャワーはなんとなく噂は聞いていたが、うん、突然の出来事に目を丸くした。うん、無事に初勝利できたので嬉しく思います。はいはいはい、メジャーで2番目に古いリグリーフィールドで掴んだ初勝利は、はい、ビールの味とともに深く心に刻まれた。いいね、山本由伸さん、おめでとうございます。今度ね、あの日本みたいにやっぱり6回か7回投げてほしいんですけど、多分監督もね、そのいい日にちょっと選ぶと思うんですけど、まあでもくれぐれもね、体をね、あの腕をね、怪我しないようにしたいと思っております。はい、続きましてこちらでございます。こちらもそうですね、ハイタッチ、はいはい。大谷翔平2安打で山本由伸メジャー初勝利を援護、ナイスピッチング、うん、声かけハイタッチ。シカゴ、ウェイ・イリノイ州6日日本時間7日ドジャースを大谷翔平投手29が山本由伸投手25とのメジャー初勝利を援護した。カブス戦に2番 DH で出場し、4打数に安打1得点。3戦連発はならなかったが、3試合連続マルチ安打をマークし、打線のつなぎ役となった。ド軍との契約交渉や春キャンプから、心強い先輩として山本をサポート。そうだよね。記念すべき一勝の喜びを共有した。いや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 。大谷は最終回、ベンチで山本と戦況を見つめていた。うん。時折笑顔を見せながら隣同士で節目の時を待った、うん、試合終了の瞬間すぐに右手を上げて喜び、左手でハイタッチの準備。少し遅れて山本が手を合わせた、うん、3戦目で掴んだメジャー初勝利。山本によると、大谷はナイスピッチングと声をかけたという、うん、6年前自身も同僚やチーム首脳陣、球団スタッフに支えられながら二刀流で好みスタートを切った、うんうんうん、エンゼルス時代の6年間プレーしやすい環境を整えてもらい、結果を残して懐疑的な声をかき消した、うんうん、野球そのもの以外にも言葉の壁や私生活の変化など経験したからこそ理解できる難しさもある。キャンプ、本拠地、敵地でもクラブハウスは隣同士、ただ気軽にコミュニケーションが取れるとはいえ、過剰な気遣いをされないよう適度な距離感を保った、うんうん、2月28日オープン戦の初登板を密かにサプライズで訪れたのも、ね、大谷の粋な計らいだった。行きましたね、うん、前回3月30日の登板では得点のチャンスで凡退し援護できなかった。勝って終わらせてあげたかったと唇を噛んだが、状態を整え、この日のカブス戦では5回1四1塁からサゼンダでチャンスメイク、先制点につなげ初勝利への流れを引き寄せた、うん、ビールかけの祝福で盛り上がり、大半の選手が引き上げた後クラブハウスで山本と談笑、うん、嬉しそうな表情が絆の深さを物語っていた、うん、ビールかけ、お祝いのビールかけ、これ面白いね。まあということでございましたね。はい、続きまして、ガラッと話を変えまして、大谷さんかっこいいというところから入りましょう。はい、どうぞ。俳優家とモデルよりかっこいい
大谷翔平濡れ髪クシュってボス的を国内外からワウハート。ドジャース大谷翔平選手が6日自身の SNS を更新、うん、ブランドアンバサダーを務めるボスを身にまとった姿を披露した、うんうん、動画で公開されているのはボスとコラボした新コレクションボス X 諸兵大谷全13アイテムをまとった姿、すごいすごい、野球にインスパイアされたテイストが盛り込まれ、濡れ髪風ヘアの大谷がスーツやベースボールジャケットを着こなしている。うん、確かに、ね、大谷の SNS には八頭身、俳優さんかと何着ても素敵絵になりますね、うん、モデルさんよりかっこいい、かっこいいハート、風格が、オーラが、ワウハート、リアルボス、などと国内外のファンから熱愛コメントが届いている。おーね、リアルボスということでございます、大谷さんね。はい、続きまして、今日は最後の話題でございます。皆さんね、あのジャッジがね、大谷さんと同じシングルホームランを打って、またツーランホームランを打ったと、全く大谷さんと同じだったんですけどね、その後はまだ聞いてないんですけど、大谷さんも今日はなかったということで、そしてね、やっぱりね、ピッチャーが崩れていく中で、このビューラーはすごいいいピッチャーなんですね。あのだから今度もしかするとこれ帰ってくる、いつ帰るか分かんないんですけど、早めに帰ってきてほしいですね。はい、とりあえず投げたらしいですね、ここに。ビューラーが AAA での最新リハビリスタートで優勢に。うん、初めてのリハビリスタートを終えたドジャースのウォーカー・ビューラー投手は土曜日の夜、地下層ブリックタウンボールパークで行われたオクラホマシティ対アルバカーキ戦で4対3で勝利し、回復過程で前進を続けた。右投手は最初に対戦した打者9人を凡退に抑え、万全の状態でのパフォーマンスを垣間見せた。ビューラーはわずか2安打、無失点、無四球で4、3分の2フレームで6三振を奪った。ビューラーの作品はトップ12のトリオを含むロッキーズの有望選手を圧倒した。2度のオールスター、2019年と2021年と2020年のワールドシリーズチャンピオンはフォーシーム速球を多用し、その速球は時速約94マイルで推移し、最高速度は最高速度であった。95.9 スタート初期、人々を救出するのに健康であれば、自分の能力にそれほど疑問はないと思う、とビューラー氏は2月に語った。最終的にビューラーは65球を投げ、そのうち42球がストライクに終わった。ビューラーは3月31日に最初のリハビリ開始で3回3分の1を投げ、3安打4失点、本塁打を含む3自責点、2四球を許した。彼は打者2人を三振に打ち取った。右腕投手はシーズン序盤にメジャー復帰すると予想されているが、具体的なスケジュールはまだ決まっていない。うん、ドジャースで最後に出場したのは2022年6月10日のジャイアンツ戦以来、ほぼ2年ぶりだ。うんうん、ビューラーは22年に再びワールドシリーズ制覇を狙うクラブの重要な歯車になると考えられていたが、その夏に60日間の IL 入りし、その後トミー・ジョン手術を受けたことで事態は一変した。29歳の彼は回復過程に精通している。彼はドラフト指名から数ヶ月後の2015年にトミー・ジョン手術を受けていた。人々は本当に理解していません。トミー・ジョンからは12ヶ月か14ヶ月で復帰できるが、実際には18ヶ月か24ヶ月までは復帰できないと思う、とビューラーはスプリングトレーニングの初めに語った、最初の試合でもそれを経験しましたが、キャッチボールを再び始めると気分がずっと良くなり、よりスムーズに良くなったという点で今回も違いはありません。ビューラーは山本由伸、タイラー・グラスノ、ボビー・ミラーというドジャースのスター揃いのローテーションに復帰するまで、90球に向けて積み上げを続けることが予想される。同様に、サウスポーのクレイトン・カーショも自身のリハビリを続けており、健康であればクラブに手強い先発グループを与えることになるだろう。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は今春、ビューラーについて、彼は我々の選手だったし、大事な試合で素晴らしい投球をしてきた。と語った。そう、
この冬に我々が話し合って獲得した名前が他にも何人かあった。確かに個人的な期待はあるし、あなたはその選手になりたいと思っている。ウォーカーは確かにその選手になりたいと思っている。ウォーカービューラーがね、帰ってきたら最高だろうね。まあどれだけの力あるのかっていうことは、前は良かったんだけど今度は帰ってきてどうなのかっていうことなんですけど、彼とカーショーが帰ってきたらまたね、楽勝カーショー楽勝のような気がいたしますけどね。ということで今日はコメントもいただいております。昨日かな、はい、通りすがりの、はい、通りすがりさんありがとうございます。通りすがりの満身王さん、はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさんこんばんは。こんばんは。嬉しい顔、久しぶりのデーゲームは見る方も眩しいですね、うん、笑い。確か昨シーズンも大谷選手はデーゲームでの成績良かったので、この調子で行ってほしいものです。調子で来てますね、はいはい。今日の敗戦はドルフィンさん言ってた通り投手陣の乱れですね。一方が調子良かっただけに残念でした。そう確か前回の敗戦にケリーの雨の日の登板でしたね。そうその通り。この辺の中継ぎ投手の踏ん張りができれば安心できますが、うん、この辺が唯一の課題でしょうかね。絶対課題です。まさまさ、明日は山本投手がきっちり締めて今日の悪い流れを断ちたいものです。断ちましたね。明日もホームランお願いしますね、はい、大谷さん企み顔。大谷さんホームランということでございますけどね、取りすがりさんありがとうございます。そういうことで、まあもうとにかくもう言っていただいたので、とにかくピッチャーがね崩れたらちょっとやばいんですよね。昨日は戻ってきて近くまで来たんで、今日はね戻ってこれないの。もうバカバカ。でも大谷さんがね、トリプルとダブル打ったからよかったなと思っておりますけどね。今日はあとはもう多分ないと思うんですけど、見てみましょうか。はい、ということで、通りすがりさんからのいただいてありがとうございました。また皆さんのコメントもお待ちしておりますし、チャンネル登録もご協力をお願いします。はい、ということで、今日もまあ皆さんとお別れはこちらの方になりますけれども、ここですね、はい、こちらでお別れさせていただきますね。吉野さんも本当嬉しそうだね。うちの息子もね、学校で一番最初勝利した時にこうやってもらったんですよね。名簿票とボールだったか何かがもらったんですよね。まあということでございます。ハイスクールとね、MLB は大違いでございますからね。はい、ということで、それでは See you later. Alligator. あれでは。それでは See you later. Alligator. はい、それでは皆さんまた明日お目にかかります。ありがとうございました。明日、まあね、明日の朝一番アメリカの時間で出かけますんでね、羽田行ってから、福岡ということなんで、まあ間にはちょっと お伝えできないかもしれないけども、まあ帰ったらまたね、どうなったかっていうのをね、またお送りできると思います。よろしくお願いします。はい、失礼します。